一般的に車のロールを制御するのはサスペンションと思われているが、ロールを制御するのはサスペンションだけではない。走行を不安定にするロールを制御するのに最適とされているのがスタビライザー。ロールとは車が旋回するときに発生する車体の傾きのことである。このロール量を減らすことでコーナリング性能を向上させるのがクスコスタビライザーである。これがノーマルスタビライザー車両のスラローム走行。車のロール量が大きく、狙ったラインをトレースできていない。クスコスタビライザーを装着すると旋回時のロール量が抑えられ、理想的なラインでスラローム走行が可能になることがわかる。同時に見てみるとその差は一目瞭然。スタビライザーチューンの大きな特徴は、車高や乗り心地を変えずにコーナリング性能をアップすることができることである。またスタビライザーチューンはスポーツタイプの車だけではなく、ミニバンや SUV にも非常に効果的。車高の高いミニバンではロール量を減らすことで高速道路のレーンチェンジの際の安定性が格段に向上するほか、リアシートに乗っている人の車酔い防止にも効果を発揮します。